Someday you will reveal this fact. Someday you will know this fact. Then you will know what I was. Then you will know what you are and where you're from. You humans, you are sons and daughters of God. 一の日か君たちはこの事実を暴くだろう。いつの日か君たちはこの事実を知るだろう。その時君たちは私が何であったかを知るだろう。そしてその時君たちは君たちが何であるかを知るだろう。そして君たちがどこから来たかを知るだろう。君たち人間よ、君たちは神の息子であり娘なんだよ。 This is a message from Jesus Christ after 1500 years. Thank you.
According to Wikipedia, it writes about Ellsworth's Mona Lisa as follows. Shortly before World War I, English art collector Hugh Blaker discovered the painting in the home of a Somerset nobleman in whose family it had been there for nearly 100 years. This discovery led to the conjecture that Leonardo painted two portraits of Lisa del Gioconde, the famous one in the Louvre, and the one discovered by Blaker, who bought the painting and took it to his studio in Isleworth, London, from which it takes its name. 第一次大戦の少し前、ヒュー・ブレイカーというアートコレクターが、サマーセットの貴族の家から、その家に伝わる一枚の絵画を見つけた。この発見により、レオナルドが2枚のモナリザを描いていたという推測へとつながった。つまり、ルーブル美術館にあるモナリザと、それにブレイカーが発見したモナリザである。ブレイカーはその絵を買い取り、ロンドンのアイルワースのスタジオにそれを持ち帰った。そのため、その絵は、アイルワースのモナリザ、呼ばれるようになった。広し林、浜松シティ、ジャパン。今、皆さんにご覧いただいているのは、上がアイルワースのモナリザの背景に描かれている奇妙な風景です。下が NASA のマーズ・キュリオシティ・ローバーが実際に火星で撮って地球へ送ってきた写真です。比較してみてください。大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。つまり上の絵はですね、これは絵ではなくて写真を焼き込んだものであると私、林博士は判断しています。まあ、この辺りに谷もあり、山もありという風景が上に描かれています。そんな点に注意して検証してみてください。目をやや細めてみますとですね、これがただ単なる絵ではなくて、写真のように精緻に描かれていることに皆さんもお気づきになると思います。で、この絵はどのようにして描かれたのか、それを私なりに簡単に実験してみます。これはアイルワースのモナリザの背景に描かれている風景ですね。その上の部分を取り出して、そして火星の実際の写真を下に貼り付けてみます。下の写半分下はですね、これは火星の実際の写真です。で、ややぼかしを入れます。こうしますと、アイルワースのモナリザの背景に描かれている奇妙な、と言いますか、風景に似てくると思います。もちろん、全く同じ場所を探し出すことは不可能と思われます。ともかくも下が今合成で作った写真です。上半分がアイルワースのモナリザの風景から撮ってきた写真ということになります。で、上がですね、アイルワースのモナリザの、まあ、絵の中に描かれている風景です。色を落としてみるとですね、大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。つまりこのようにしてアイルワースのモナリザの背景は、まあ、作られたということになります。そしてそのアイルワースのモナリザの背景にはですね、火星の木と思われるものが描き込まれていました。最近の、まあ、調査によればですね、どうやら火星にも地球上の木に似た植物が生息していることが分かってきました。これがその証拠写真ということになります。現在、アリゾナ大学がこの写真を保管しています。ここに
描かれているものは何かということですけども、相当高い地球上の針葉樹に似た木と言われています。これが火星で発見された植物と思われる木です。それと同じものがですね、このアイルワースのモナリザの向かって左側に描き込まれていました。だいたいこんなところにこんなものがあること自体がおかしなことということになります。この奇妙な物体がですね、アイルワースのモナリザの絵を台無しにしているとも考えられます。この部分ですね、この部分に奇妙なものが描かれているということですね。左右を比較してみてください。左は私が消したものです。つまり、このようなものが描かれていること自体がおかしいイコール、それほどまでに重要なものであったからこそ、レオナルド・ダ・ヴィンチはこの物体をアイルワースのモナリザの背景に描いたということになります。明度を上げてみますと、ボコボコとした感じとともに美しい緑が現れてきます。そうです。これは樹木、木ということになります。で、この木はどこの木かということになります。それを皆さんにこれからご覧いただきます。注意深くご覧ください。アイルワースのモナリザに描かれていた木と思われる物体です。右は、ローバーですよね。マーズ・キュリオシティ・ローバーです。それがこのような写真を届けてきました。まあ、これは上空を飛行中に撮られた写真ということになります。そしてその中にはこのようなものが写り込んでいました。先ほども言いましたように相当高い木のように思われます。右が実際に火星上空から撮られた火星表面上の樹木と思われる物体です。まあ木と断定してほぼ間違いないと思います。詳しくはこの続く動画の中で説明しますが、ともかくもこのような物体が映り込んでいたということですね。で、その中の一部とですね、左の、まあ、アイルワースのモナリザの中に描かれている奇妙な物体と比較してみます。もちろん、まあ、植物ということになりますから、全く同じものを探すことはできないと思います。それに季節によって、まあ、葉っぱの部分がですね、生い茂り方が違うのは当然かと思われますが、その部分を除いてといいますか、勘案してもですね、この両者は酷似しているというレベルを超えて同じです。言い換えますと、左のような植物、あるいは右のような植物は、少なくともこの地上にはないのではないでしょうか。つまり、1500年後のイエスの操り人形芸術家を通して、1500年後のイエスはこのような、まあ、写真ですよね。写真をアイルワースの絵の背景に焼き込んだということになります。ここが重要ですから、皆さん自身の目で左と右を比較してみてください。左は一応絵ということになっています。右は間違いもなく写真です。火星上に生えていると思われる樹木、つまり木です。つまりこれら両者は、私、林浩司は同じと判断しました。ついでながら、こんな奇妙なものも発見しましたので、一応報告しておきます。このアイルワースの背景はですね、一般には山と考えられています。これは山ではありません。下へ掘り込んだ崖です。光の方向からそれがわかります。下半分が山に見えるから山というふうに一般には理解されています。が、私、林浩司はこれは崖と判断しました。で、この部分に奇妙なものが、まあ、描かれているということですね。何やら崖の途中に、まあ、窓のようなものが描かれているということです。が、確認はできません。ともかくも、まあこれはですね、私は絵というよりも写真から起こした絵というふうに理解しています。
部分的に絵のように、まあ、改変されているように思いますが、しかし写真のように精緻な部分もあります。まあ、こうした物体が描かれているということですね。で、これは何かということですけども、この下半分は崖ということになるんですよ。山ではありません。先ほども言いましたように、光は右上の方から斜め左下の方に当たっています。ですから、これは崖と判断しました。で、この部分を明るくしてみますとですね、やはり奇妙な左の方ですけども、ものが描かれているように思います。さらに、この部分ですね、上半分はどうやら絵のようにも見えますが、下半分はですね、極めて精緻に描いてあるのがわかります。明度を上げてみるとそれがよくわかります。赤い大地がここに、まあ、描かれているということですね。で、これは私は絵ではなくて、一部写真であると判断しました。そして、色も火星の色と一致します。これは、マーズ・スピリチュアル・キュリオシティ・ローバーがですね、火星から送ってきたオリジナルの写真です。右はアイルワースのモナリザに描かれているオリジナルの色です。比較してみてください。色には手を加えていません。よく似ているというより、私、林博士は同じと判断しました。いかがでしょうか。続く動画をどうかご覧になってください。いつか君たち人間はこの事実に気がつくだろう。その時、君たち人間は私の正体を知るだろう。と同時に、君たち人間は君たちがどこから来たかを知るだろう。Bye for now.